こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では本日発売になりましたユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションラインですね。こちらの中の商品で僕がですね気に入ったものを実際に購入してきましたので、皆さんにですね早速レビューをしてみたいなというふうに思ってます。通常だとですね、このようなユニクロとのコラボレーションラインというのはまずはですね、画像がホームページでですね発表された際に僕の方でですねレビューを出すんですね。まあ、画像を見ながらどれがいいかな、これが欲しいなっていうのをですね皆さんにご紹介するんですが、今回はですねその動画を上げなかったんですね。まあ、それには理由がありまして、今回の JW アンダーソンとのコラボレーションラインなんですが、意外とですね商品量がそこまで多くなかったのと、あとはキャラクターをメインとしたものが多かったりだとか、あまりですね個人的にこれがめちゃくちゃ欲しいというものがなかったので、まあ、特にですね事前に動画を上げなかったんですね。とはいえどもやっぱりですね魅力的な商品もいくつかあって、今回は買ってきたので、そちらをですね皆さんにレビューしたいなというふうに思ってます。そして今回の動画ではそれだけではなくて、同時にですね発売となりましたプラス J の第2弾のアイテムに関しても、これまたですね僕なりのレビューといいますが、実際に試着をしたりだとか実物をですねしっかりと見てきたので、その感想についてもですねお伝えしたいなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思ってます。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね実際に購入したものを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、1点目はですねもう2足買ってしまったんですが、こちらですね、靴下。商品名はですねレギュラーソックスなんですが、まあ、正確に言うとですねヒートテックデオドラントカラーブロックソックスというもので、色はですね3色展開になってるんですが、まず僕がですね気に入ったのはこのイエローですね。まあ、上がイエローなんですけども、下に関してはベージュですね、そういった色になっている靴下、こちらが1足と、もう1つはですね色の表記としてはグレーなんですが、まあ、上の方がですねなんて言ったらいいのかな、ボルドーとかエンジ色に見えるんですけども、そして下半分がグレーという形ですね。そしてそのつなぎ目にラインが入っているというような靴下で、これまたですね色合いが可愛くて個人的にはですねすごく良かったなというふうに思ってます。まずはですねいろいろ解説したいことがあるんですが、ユニクロの靴下僕も大好きでいろいろと履いているんですね。まあ、最近は白ソックスを履くことが圧倒的に多いんですが、まあ、通常のリブの太い白ソックス、これがまたすごく使い勝手がいいんですけども、さすがにですね冬になるとちょっと寒いんですね。ですので最近個人的に気に入って履いているのは、まあ、ヒートテックの靴下なんですね。まあ、リブのソックスのホワイトでヒートテックのものがあるのでそれを履いているわけなんですが、やっぱり厚みもありますし履いていて暖かいんですね。さすがにですね普通の靴下とは圧倒的な違いを感じているので、まあ、ヒートテックの靴下いくつか欲しいなと思ってたんですね。ただ通常のラインの靴下もいいんですけども、今回 JW アンダーソンでこのですねカラーが可愛いバージョンのものが出るということで、僕はこれをですね楽しみにしてたんですね。今すぐソックスを大量に買いたかったんですが、こちらを待っていたところ、やっぱり実物を見たらすごく可愛かったので、これはマストですね。ぜひ皆さんには買い揃えていただきたいなというふうに思ってます。ただですね一見するとちょっと派手にも見えるんですよね。例えばこちらのイエローなんかは、まあ、実際にですねこのイエローの部分がすごくインパクトがあるんですけども、実際にこの後履いてみた様子もお見せしたいなと思うんですが、この部分ってそんなに見えないんですよね。ボトムスを履いてしまうとこの辺りぐらいまでは隠れてしまって、あと下の部分ですね、甲の部分を隠れてしまうので、実質ボトムスと靴の間ちょっとだけ見えるとしたらこの部分かなと思うんですよね。まあ、ベージュの部分がちょっと見えるぐらいで、あとは見えないというのが、まあ、現実かなと思うんですね。こちらの、まあ、エンジの部分もそうですね、この部分はボトムスの内側に隠れてしまって見えるのはですねこの部分、 JWA のですねこのロゴがギリギリ見えるかどうか、そしてほとんどグレーの形に見えるかなと思うんですね。まあ、ベージュにしてもグレーにしても基本的には着こなしの中ではですね馴染みがいいかなと思うので、すごく使い勝手がいいんじゃないかなと思います。まあ、実際は履く時とかそういった場面にしかこのカラーの部分ってそんなに見えないかなと思うんですが、この部分がですね履いてる人にしかわからないような魅力が感じられて、僕はですねすごくいいんじゃないのかなというふうに思ってます。で厚みに関してもこれまたですねすごく重要で、
暑すぎてもですね、非常に使い勝手が良くないんですね。靴を履いた時に暑すぎるとですね、どうしても今までのサイズ感とまた違って感じられるので、個人的には暑すぎる靴下ってあんまり使いやすくないかなと思ってます。そしてあとは長さですね。これまた極端に長いものはすごく使い勝手が悪くて、先日ですね購入したユニクロ U の靴下、すごくね見た目は良かったんですけど、長さがあって意外とね僕はあの普通の長さの方がいいなと思ったので、そんなに履かなかったんですね。ですのでこれは使い勝手というところも含めて非常にバランスがいいんじゃないのかなというふうに思ってます。価格はね590円つなんですが、2足買うと990円というところで、このね圧倒的なコストパフォーマンスの良さというところも魅力かなというふうに思ってます。まあ、ベージュの色合いもすごくいいし、あとはリブの感じですよね。これが細かすぎてもつまんないし、太すぎてもですねちょっとこう履きづらかったりするので、ちょうどいいリブ感、これがですね個人的には非常に気に入ってるポイントですね。まあ、とりあえず2足買いましたが、もう1セットぐらい買ってもいいかなと思いますし、まあ、どちらも履いてみてより気に入ったものをですね何足か揃えてもいいかなと思うので、これは激推しです。ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなというふうに思ってます。この後ですねこれ実際に履いてみながらどういった見え方をするのか、そのあたりも皆さんにお見せしてみたいなと思います。はい、ということでせっかくなので履いてみました。どうでしょうか。まあ、ほとんど靴下って見えない部分ではあるんですよね。靴とボトムスの間から少しだけ覗く程度、まあ、リアルなところで言うとこれぐらいですかね。まあ、こういった形でベージュっぽい色味、ベージュからブラウンぐらいの色味ですかね、少し見えるぐらいですかね。動いてると見えるかなっていうぐらいです。もうちょっと上げてみるとこんな感じですね。まあ、スニーカーにですねちょっとゴールドの部分がロゴの部分とか入っているので、そういったものとですねこのベージュブラウンぐらいのですね靴下が、まあ、良いグラデーションになっていい雰囲気かなと思います。まあ、実際はですねちょっと上げてみるとこんな感じですね。イエローの部分は見えないんですよ。どんなに動いても多分イエローって相当ね蹴り上げないと見えないかなと思うんですね。まあ、蹴り上げても見えないかな、まあ、それぐらいの感じなんですけども、自分だけは分かっているこのイエローのですねビビッドな感じ、これもね綺麗で個人的には気に入ってますね。履く人だけが分かるですねこの綺麗な色使いというところ、ここがねすごくいいんじゃないのかなというふうに思ってます。はい、続いてですね今度はグレーとボルドーを使った靴下ですね、こちらに履き替えてみました。で靴はですねニューバランスのグレーのスニーカーですね。これとめちゃくちゃ相性がいいですね。靴下が、まあ、ちょっとこう暗めのグレーで、ニューバランスに関してはちょっと明るめのグレーというところでグラデーションを作ってあげるとすごく相性がいいかなと思いますね。これ靴下めちゃくちゃいいっすね。しかもふわふわしていて履きやすいしあったかい、これは最高ですね。めちゃくちゃ気に入ってます。上げてみるとこんな感じですね。エンジの色も効いていてすごくいいですね。なんかこうニューバランスの持つこうちょっとしたダサかっこよさともですね相性抜群にいいですね。あとちらっと見えるこの JWA のロゴも含めてすごいいいですね。これはめちゃくちゃいい、個人的に大満足なのでこの後また買い足します。これはねちょっとこうアーカイブで持っておきたいなというぐらいすごくいいので、ぜひ皆さんチェックしていただければなと思います。まあ、ブルー系もいいんですけども、僕個人的にはこのベージュとこのグレー2色があれば十分かなと思うので、それをですねそれぞれ2足ずつ持っておきたいなというふうに思っています。はい、続いてもう1点購入したものがあるので皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、こちらですね、フランネルパジャマというものですね。これまたですね以前からちょっと注目をしていて、まあ、ぜひですね実物を見てみたいなと思ったんですが、良かったです。でそれ購入したわけなんですが、色味はですねネイビーとこのダークグリーンですかね、2色の展開なんですね。で両方とも良かったんですよ。ネイビーに関しては僕の中では定番的な位置付けで、もう間違いのないセレクトかなと思うんですね。まあ、夜寝る時にネイビーっていうのはちょっとこう気持ち的にも安心感があってすごくいい感じだったんですが、なんといってもこのダークグリーンのね色味が良かったんですよね。またオリーブとかにはないような深みのあるですね上品な色合いで、これはねすごく良かったですね。まあ、デザインに関しては、まあ、後ほど着てみたいなと思ってるんですが、まあ、ベーシックな、まあ、オープンカラータイプのものになってまして、まあ、本当に寝巻きの王道という感じなんですが、ステッチ使いですね、これがねちょっとこう可愛らしいですね。手縫い風のステッチで縁取りがしてあって
これがですねちょっとこう緩さがあっていいなと思いますし、あとはボタンですね、 JW アンダーソンのボタンがついてるんですね。 JWA というですね刻印のしてあるボタンとか、そういった細部までしっかりと作り込んであって、あとはフランネルの肌触りですね、まあ、本当にね柔らかくて肌触りがいいので、まあ、冬場のですね寝巻きとしてはこれは使い勝手がいいかなと思うので、しばらく定番としてこちらはですねガンガン使い倒したいなというふうに思ってます。はい、せっかくなんで着てみました。どうでしょうか。なかなかね雰囲気いいなと思いました。まずは色味ですね。このダークグリーンのね品のある色味が個人的にも着てみて新鮮な感じしましたね。まあ、寝巻きというとねやっぱりネイビーだとかグレーとかそういったものが多いんですけども、このダークグレーというところで、まあ、ナチュラルなカラーの感じもですねすごくいいなと思いますし、ステッチがねやっぱりちょっと可愛いですよね。まあ、寝巻きなのでちょっとぐらいですねなんか遊んでみてもいいかなと思うので、こういった、まあ、ちょっとしたこの手縫い風のアクセント、これまたね可愛いですし、あとはこの裾の部分にですね JWA のですねロゴが入ってて、このね文字の並び方もかっこいいですよね。それも含めて満足していますね。まあ、サイズなんですが、僕は身長164センチ53キロと小柄なんですけども、こちらは S を着用してます。どうでしょうか。少しゆとりがあるぐらいですかね。まあ、寝巻きなのでビタビタにタイトだと着づらいと思うので、これぐらいの程よいゆとりが気持ちがいいかなと思います。ボトムスというか下のズボンですね、これにもゆとりがあって着心地はいいですね。まあ、サイドにもこうステッチが入っているのが、まあ、見た感じも可愛いなと思ってます。まあ、肌触りがねフランネルの微起毛感があって、これはねすごくいいですね。ですのでこれから秋冬にガンガン使えるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね新鮮な気持ちで寝巻きを楽しむという意味では JW アンダーソンのコラボレーションパジャマすごくいいので、ぜひチェックしていただければなと思ってます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では本日発売になりましたユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションラインの中で、まあ、実際に僕が購入しました2点ですね、まあ、正確には靴下が2つとパジャマが1つという形で、こちらを皆さんにご紹介させていただきました。まあ、今回のコラボレーションに関してはですねやっぱり小物がすごく注目されていたかなと思うんですが、まあ、想像通り靴下めちゃくちゃ良かったですね。まあ、様々なコラボレーションラインでも靴下出してたりするんですが、個人的には今回の靴下が一番使い勝手がいいんじゃないかなと思ってますし、履いていてこうワクワクテンションが上がるので、これは非常に良かったなというふうに思ってます。そしてパジャマに関してもですね意外と毎日着るものなので、こういったものがアップデートされるのは気分がすごくいいので、まあ、こういったものが揃っただけでも個人的には大満足でしたので、ぜひ皆さんも店頭で確認をしていただければなと思ってます。そしてもう一つですね注目されていましたプラス J の第2弾が本日発売になってまして、そちらもちょっと見てきたので簡単に触れてみたいと思います。僕はですね購入はしなかったんですけども、中でもですね非常に試着している方が多かったのがこちらのダウンショートコートですね。これはですねすごい殺到してましたね。まあ、女性が多かったんですけども、まあ、僕も注目をしてまして試着もしてみたんですが良かったです。まあ、このようなちょっとこうミリタリーライクなデザインのコートというのはですね、まあ、最近はトレンドになっていまして、結構いろんなブランドで見てまして、僕もですねすごく好きなブランドがあってザ・リラックスというブランドがあるんですけども、ここでもですね結構似たようなこういったショートのですねブルゾンやってまして、先日試着をしたんですがめちゃくちゃ良かったんですね。それと雰囲気はですね結構似ていまして、このダウンショートコートもめちゃくちゃ良かったですね。まあ、人気が出そうです。女性もではあるんですが、サイズさえですねしっかりと上げていただければ男性でも着れるかなと思ってまして、で僕はですね L サイズをですね試着したんですが、まあ、サイズ感十分にゆとりがあってすごくかっこよかったなと思ってます。さらにゆとりを出したいのであれば XL だとか WXL なんかを選んでいただければ男性もすごく似合うと思います。この雰囲気はですね2万円前後で買えるというのはなかなかないんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、僕自身ですねいろんなものを購入したので今回はパスしました。さすがにですねアウターを持ちすぎているのでいくらなんでもですね回せないだろうということで買わなかったんですが、男性の方でもですね、まあ、ある程度おしゃれ中級者以降の方であればこれはすごくいいんじゃないかなと思ってますね。ちょっと A ラインで広がりが出ているので、そのあたりが、まあ、男性が着るとですねちょっと女性っぽく見えるかなというところはあるんですが、このあたりはもう本人の個性で着こなせる方もたくさんいるかなと思うので、まあ本当におしゃれな男性であればすごくいいんじゃないかなと思いますし、まあ、女性の方なんかは特におすすめですね。まあ、非常に良かったです。そしてメンズもですね2型出てたのかな、ライトダウンジャケットとダウンオーバーサイズコート2つあって両方とも見てきました。
で、まあ、正直言ってですね、まあ、良かったけども買うまでじゃないかなというところが率直な感想です。まあ、ライトダウンジャケットに関しては、まあ、ウルトラライトダウンみたいなね、着やすいですね、コンパクトなダウンなんですけども、まあ、色味の感じがね、すごく上品なんですよね。ブラウンとか、あとはですね、グレーとか、曖昧なニュアンスカラーで、このあたりはね、すごく良かったなと思うんですが、ちょっと主役で着るのには、ややですね、ベーシックな感じがするかなというところで、僕はちょっと今回これはパスでもいいかなというふうに思ってます。あとはですね、結構こういったダウンですね、オーバーサイズでちょっとコートっぽいもののダウンも出てきてるんですが、これは難易度高いですね。ダウンというモコモコとした形状のもので、なおかつコート状の長いものだと結構ですね、個人的には使いこなすの難しいかなと思うので、これも今回はパスしました。まあ暖かくていいかなと思うんですが、まあ、だいぶこうハードルは高いですよというところは、まあ皆さん頭の片隅に置いておいてもいいかなと思います。まあ、無理して買わなくてもいいんじゃないかなと思ってまして、それだったら今日からですね、きっと安くなっているのかなと思うんですが、ダウンオーバーサイズパーカーですね、こっちのダウンが期間限定で 14,900円で安くなっているので、こっちを選んだ方がはるかに使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんチェックをしていただければなというふうに思ってます。こんな形でですね、これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日をですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。